コビット19担当大臣に西村経済再生担当大臣。富士テレビによりますと、安倍首相がコビット19に関する法改正の担当に西村経済再生担当大臣を起用することを決定したことが明らかになりました。このコビット19、民主党政権が作った 新型インフルエンザ等特措法に欠陥があり、法改正をしなければ対応できない事態になってしまっておりますので、立憲民主党や国民民主党など、民主党の残党の皆様には欠陥のある法律を作ってしまった責任を取り、この法改正が直ちに行えるように、政府・与党に協力していただくようお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。